はい、時刻は9時30分を回りましたね。今週もやってきました、ウキウキワクワク嘘のような本当のはのお時間ですね。いやいや、沖縄寒い、2月は寒いね。はい、寒い中ですが、ちょっとホットな話題で今週もお届けしたいと思います。はい、私パーソナリティ土井秀人と、いつものようにドクター水素ボトル北条雅弘さんお迎えしてます。おはようございます。おはようございます。はい、さらにね、今週はまた素敵なゲストをお二方お呼びしておりますけれども、まずはね、何回かね出ていただきましたちえさん、おはようございます。おはようございます。はい、ちえさんの20年来のお友達、はい、村山さん、おはようございます。はい、おはようございます。村山です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どんなこんなって嘘のような本当の話をいっぱいお持ちだということではあるんですけれども、村山さん、ちなみにどっからいらしたんですか？中部ですね。読みなんとかというところです。あ、読売ジャイアンツクイズ番組みたいな中部から来ていただいて、はい、あの沖縄大好きですか？大好きですよ。はい、ありがとうございます。はい、村山さんね、今回ちょっとお越しいただけた理由が、何やら11月ぐらいにね、東原さんチェイさんを通して出会いがあったということなんですけども、はい、ね、お友達ね、そうですね、なんかね、いっぱいそうなんですけど、なんかちょっとお具合がよろしくない方がいらっしゃった。そうですね、うん、はい、ステージ4の方がいてですね、ちょうど、何かいいものがないかといろいろ探してる時に、ちえさんから連絡があって、はい、でそれで聞くということになりました。もうストレートに相談されたような感じなんですか？友人にステージ4のがん、相談というよりももう進めた感じですね。はい、まずは使ってみてと。あ、なるほどなるほど、はい、うん、で、私たちね、小泉さんも毎月のようにね、こちらに来ていただいたり、放送を含めて体験会をね、やっているんですけれども、そのドクター水素ボトルの体験会に参加されたんですね。はい、はい、最初は疑ってましたね。あ、でもみんなそうですよね、はい、私、確認、私もそうでしたしね。まあにわかに信じがたいですよね、はい、本当だ、はいはい、いや、いくらさ、長い付き合いでさ、ちえさんが言うわからんでもないけど、はい、うん、とりあえず行ってみて、思い越しを上げて、はい、はい、行ってみましたと。すると話を聞くと、まあ水素はいいというのは、まあ前々から分かってはいたのですけども、まさかやって思ってましたね。で、話聞いていくうちに、もしこれが本当だったら確かにすごいなということで。うん、はい、そうですよね、知識ってね、そこでね止まるんですけど、で、知恵さんはなんか体験、うん、こんな風にしてるのよって言って読んでみたわけですよね、うん、はい、うん、血流をっつってから、うん、血流チェックを、うん、ができるってことで改めて補助さん、血流チェックって言うと、僕普通に友達から何持ってけばいいのって聞かれるんですよ。そうそう、血出しませんか、そうそうそう、痛いですかっていう方も若干そうそう、切るんですけど、そうそう、注射ですか切るんですかって言われるんですが、どんなことを、血流顕微鏡っていうですね、 B スキャン Z っていう、まあ、これ世界最高峰の、自分の毛細血管ですね、指先の爪のすぐ手前の天川っていうところを観察する血流観察器があって、まあ、これはいろんな大学の教授たちが使っている機械を使いまして、で水素を吸う前と吸った後の血流の変化を観察していただくと、まあ、これだけなんですが、うん、吸った途端にぐわーっと動き始めるわけですね、うん、あ、それはねモニターね、うん、ちょっと見ていただくんでね、うん、タブレットぐらいのね、はい、うんうん、で見て、でみんなえーってなるわけですよね、うん、これは高い濃度の水素ガスが鼻の粘膜に触れた時だけ起こる現象なので、まあ、脳が歓迎してこの水素を体の中に取り込ませようとする反応のようなんですね、うん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 、それで血流が変わってるってことが起こってるみたいで、皆さんの驚きがここから始まっていくわけですね。ねえ、なんかもうね、知恵さんにしても
自分が知ってしまってるとね、あのなんかこうワクワクしながら他人様の血流を覗きながら見れるんですけど、最初はね、小山さん、まさかやって言って、最初はですね、まあ他の人の血流を見てました。はい、するとなんか不純物が結構多くてですね、嘘でしょって自分が言ってたんですよ、はい、で最後に自分の血流を見た時に不純物がいっぱいでびっくりしました。周りの人は誰も何も言ってくれませんでした。はい、ね、僕時々こんなお話してるんですけど、お医者さんでやってくれないじゃないですか、はい、このチェックというか、で自分のね血流がいかにあれちょっとよろしくないかとか、ね、おっしゃるその不純物がっていうのもね、すごく分かっちゃうんですよね。怖いぐらいですよね、はい、ある意味ね。いや、素敵な体験を千恵さん、村山さんにご提供できたかと思うんですけど、はい、実際ご自身がね、こんななのっつってから、どうしちゃいました。もうやっぱこれ必要と思いました。そうですね、まあ最初吸った時は正直そこまで効果出てなかったんですよ。最初ですね、その場、はい、はいはい、で、吸って1週間ぐらいですかね、吸い始めて、で、海入るんですよ。サーフィンやるんですけども、今私45歳なんですけども、この体力の落ち方が半端なく落ちててですね、海この入った時に腕で漕ぐじゃないですか、すると5分で腕がパンパンになるんですよ。なんですけども、やっぱり水素を吸ってで入るとですね、これがなかったんですよ。嘘。長年やってらっしゃいますよね、サーフィン、はい、こんなことはってないですね。ただまあ1時間2時間入るとさすがに疲れてくるんですけども、うんね、45歳だし、はいはい、だけどやっぱ全然違いますね。すごいなんかね、様子わかります。北条さんがね前よく話してくれたんです、ゴルファーの方の肩が上がっちゃってから、要は、逆を言えばね、水素やってないことと比べると、ね、飛距離まで良くなっちゃったとかっていうお話あるじゃないですか。スポーツにもいいですよね、まあ、明らかに変わりますね、持久力が上がるんですか。上がりますね。あと活性酸素を体から取ってしまうので、そういう意味では疲れる原因が一気に減るわけですね。筋肉痛って何かって言ったら、活性酸素が体の細胞の中に充満している状態のことを言うので、それを水素を吸って体の中でバーッと取っていくわけですね。そうすると疲れはあまり感じない、でなおかつミトコンドリアの代謝が上がってパワーが引き出されるっていうことになるので、力が出て疲れなくなるっていうことなんですよね。これが水素すごいところですね。素晴らしい水素の効果ね。一旦ちょっと CM に行って、続きは後ほど。また頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。はい、ね、嘘のような本当の話ということでね、寒い寒い2月を迎えた沖縄の皆さん元気ですかね。この番組の前ね、もうラジオ体操っていうんですか、ね、おじいもおばあもからよ、元気でさいてほしいからって言って楽しんでくださってると思うんですけれども、さてこれ北条さん、ね、先ほどおっしゃったその、まあ、アスリートというかスポーツをね、村山さんのように、まあ、サーフィンもスポーツですよね。あんなに体使うのね、波乗りなんて言いますけど、やっぱりその辺あると思うんですが、お年を召した方、まあ、沖縄ではねおじおばあって言いますけど、まあ、どっからか境界線は別として、お年を召した方にもどうなんでしょうね。そのいろんなこと起こるんでね、一口には言えないんですけど、膝の痛みが取れたって人はすごいですよね。この前もありました。もう本当ね、たった30分吸っただけで長年の膝の痛みが取れたんですって、翌日朝一でメールくださって、お宅の会社に表敬訪問していいですかとか言われて想定、男性女性、男性ですね。おいくつぐらいに、70代かなの方だと思います。
結構ね痛みとかね、関節とか、ね、長年の痛みだから本当にね、これはそんな簡単なもんじゃないんですけど、ご本人曰くそういうことなんですよね。血管を広げながら血流を水素を良くするので、水素が良くするので、その血管が広がったことでこうそこに引っかかってた炎症の物質がバッて流れちゃった場合なんかはすごく短時間で痛みが取れたりする時があるようで、時間をかけてじっくり良くなるケースは、まあ、神経が削れていたりとかそういう場合はちょっと時間かかりますけど、もう何しろね、土井さんの息子さんだってすごいことなんて、まあ、忘れてた、語ってないでしょ自分で。そうそうそう、忘れてますね。先月ねサッカー部中学校ね、あの桑江中学行ってるんですけど、やらかしてしまって有効骨折と、いやこれはって今日補助さんとみんなに会えるのにねって棒焼肉リュークヒートっていうとこでって言ってた矢先に連絡があったんですよ。で、あの顧問の先生からサッカー部の、大変なことになってます、でとにかくもう今日境に吸いまくれと、一日中吸いまくれっつってから、あの吸わせたんですよ。4日後に修学旅行だったんです。で、私も生かしてやりたい本当に生きよったんですけど、とにかくすごいのがね、修学旅行帰ってくるって茶壇のイオンに迎えに行ったんですよ、バスが着くからって言ったから走りよんまずまずいつ持ってたんですよ本当ね、全治2ヶ月3ヶ月、いや全治3ヶ月、うん、あのフルで2ヶ月で運動も絶対ダメで、様子見たら3ヶ月だって言われたんですよ。走りよったから4日でね、うん、すごいですよ、パパだってお前誰本当ね、これ冗談でも何でもなくてあったんですよ、ね、ほんで松葉杖その足で返し行っちゃったんでしょ。いや、うんと、その今度の一応診察日週に1回見ましょうって言って、はい、だから翌週返しました。すごいね、先生プンプンしてますから私の診断がなんかにね、ちょっと誤解をなんか分かりますでしょ、治っちゃったから先生の診断はまだまだかかるっていうのに、うん、まあ走ったことは言わなかったんですけど、実はね、怒り出すとね、お医者さんに、ね、いけない、うん、まあそのありましたよね、よかったですね。なんかね、聞いてはいましたので、水素は骨をも通すね、やっぱ宇宙一細分子であるっていうのは、でも自分の身内って息子がそれ目の当たりにした時、僕はいや信じてましたけど、やっぱすごいです ね、 鼻の骨の血流が良くなると月が良くなるってことです簡単に言うとびっくりしましたよ、だってレントゲンで見せられるんですもん、うん、あれだって良くなってますねだってそれね、骨折だから薬飲むわけじゃないんですけど、まあまあね、そんなこともあったりしてとても驚きの嘘っていう私ネタ的なところもあるんですけどね、知恵さんのも、うん、とてもなんかここ、ね、年末ぐらいから、ね、父親すごいことが起こってしまった、はい、はい、小浜島に父親が住んでて、年末年始帰ってくるってことで、20日から年末20日から帰ってきてたんですけど、その前からちょっと心臓調子が悪くて息が苦しいっていうことで、ここ帰ってきた時にじゃあとりあえず水素吸っててっていうことで、その時1日2時間ぐらい吸ってたんですけど、病院の日が26日の日 で病院に行くと心不全になってると、心臓も肥大してて腸も腫れててお腹もすごい張ってて足もむくん で横に眠れない状態で、もう痰もよくたくさん出てて、で先生がもう家でもう絶対安静で動くなっていうことでずっと座ってて横になると苦しいから、で座ってる時間があったので、その間また水素を吸ってもらって、その時から1日8時間ぐらい吸ってもらってたんですね。そしたらみるみるどんどん良くなっていって、もうあの中にあのお腹張ってたんですけど、お腹の張りもなくなって、で心臓を肥大してたのと、あの肺にも水が溜まってたので体重もすごく増えてたんですけど、体重もみるみる落ちていって、まあ、痰も出なくなり、で呼吸も楽になり、横に眠れるようになったっていうことで、本人も
最初半信半疑で疑ってたんですけど、いやこれもしかしたらすごいかもしれないこの水素って言い出して、でもこれ小浜島に持って帰るって言って今日朝帰ったんですけどね。もうすごくもう調子良くなってね本人、あれです、そういうまあテーブルでこうね座ってらしたお父さん、うん、表情よくあの、うん、なんかにこやかになってきた、もうすごいもう声に張りが出たのと、もう咳もねもうしなくなって、ほんと痰も出てない、でむくんでた体重とかどうなんですか、体重も見る12月27日の時点で84キロあった体重が、1月の6日の時点で、79キロになって、うん、さっきねあの実はスタジオに来られた時、うん、見せてくださって、あの写真でねあもう事実でしょうね、あれ記録帳です ね, ね、で血圧もすごい、あもう高血圧なんで薬ずっと飲んでるんですけど、もう血圧もどん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 下がって安定して、もう本人ももうすごい気分がいいっていうことで、よかったね、本当よかったです、いい話、なんかすごい心臓だからね、本当ですもう、一大事ですよ、うん、もう75歳なんで、うん、本人はもうもしかしたらもうこのまま治らず自分はもういつ死んでもいいようにっていうことで家の断捨離も始めようとしてたんですけどでも本当元気になってきてどん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 、いやすごいタイミングで、うん、あの岐阜っていうか沖縄本島に、ね、そうですよね、本当、うん、うわもう苦しくて帰ってきたと思うんですけど小浜島に一人いるもんでね、一 人,、ねうん、人なので、いや、うん、本当に僕もあの自分が吸い始めた当時に心筋梗塞抱えてたんで、うん、もう本当ね夜寝て翌日朝ちゃんと目覚めるかなっていうことがよぎるんです、心配ですよね、そうだからやっぱり家族のとこ戻ってねっていうこともあったんだと思いますよ、うん、それがね落ち着いてよかったですよね、本当ですね、もう本当どんどんよく調子良くなって、まあこの水素吸い始めて1週間10日目ぐらいからはもう散歩行くようになったんですわ歩けるって言って横にもなれなかったのに、本当にで歩いて戻ってきて苦しくないのって言っても全然苦しくないって言って、お腹の張りもなくなって、多分水分がね溜まってた水分が全部出たから体重どんどん落ちていったんだと思うんだけど、うんね、余分なものは捨てていきますからね、うん、すごいです、もう10日ぐらいで、ね、84から79までってすごいスピードじゃないですか、うんね、そうよかったね、うん、よかったです、それこそねやっぱり余分なものを排出外に出せたのも、うん、あれ踏まえね、うん、良かったですでもね、また今週も泣きそうになってますけど、私ね肺気腫でもあったんですよ、肺気腫で眠るとなんかピー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 音が鳴ってるんですよ、呼吸にピーピーって笛吹いてるような状態、そうなんですよ、それもなくなったんですよ、それが本人もびっくり、ピーピーしなくなったって言って、よくあるんだけどね、やっぱ改めてね聞くと、本当びっくり、私もここまでこんなに効果が出るんだと思って、はい、では記念にね、ちいさんやっていきましょう、一緒にせーの、うそいや本当のねことで素晴らしい素晴らしい、なんかねいいなこの話ね、だってね言ったらね統計で言ったって75歳まだ若すぎますよ、そんなそんな、ね、これからですね、うん、いやはい、素敵なね小さなお話ね、あのお父さん元気になられてよかったですが、一旦ちょっと CM 行きましょうね、うん、頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に、 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211、
はい、嘘のような本当のはということでね、今週も本当になんかこう涙が出てきちゃう、よかったよかったっていうね、お話、嘘っていうぐらい素晴らしいね、効果ね、そんなお話をちょっと聞いているんですけれども、ゲストにね、先ほどの千恵さん、それから、今日は村山さんね、お迎えしてるんですが、村山さんもね、お知り合いがやっぱりそのさっきちらっとおっしゃったステージ4のがんだったりされた方にもおすすめというか、はい、実際体験されて、はい、なんかやっぱり変化がありましたですか？やっぱりありましたね。まず、うん、体温が上がったって言ってました。お体温が上がって、でがん の, あの診察した時にあのがんがちっちゃくなってたと話をしてましたね。はい、もうそこが最大のポイントですね。が、うん、がんの方はとにかく何時間吸ったらいいとかじゃなくて、あの体温が36度8分を超えるように吸ってくださいって言うんですよ。その方にもそういうお話をしたんですけど、はい、そうするとがん細胞って36度8分を超えるとそれ以上大きくならないんですよ。どんどんこう小さくなってくる。でこれを東大と筑波大学さんが研究してくださって特許の申請に至ったわけなんですけども、うん、だからそこがすごくそのポイントをね、あの目指していただいたのでそういうことが起こってるんだと思います。私もねお会いしてね、スタートのとこからお会いしてるわけですけども、そうです、はい、でさらに髪の毛があの副作用で抜けてたみたいなんですけども、うん、水素吸い始めてから髪の毛が抜けが少なくなったって言ってました。すごい、うん、素晴らしい、はい、おあれですかね、こう頭皮の毛細血管にまでも、これはあの毛根に例えばあの抗がん剤とかが残っちゃうんだよ。うん、なのでそれを水素がデトックスで捨ててくれるので、うん、抜けづらくなってくるってことですね。なるほど、はい、最高ですね。じゃあそのねお友達の方もひょっとしたらね、うん、ひょっと本当になくなっちゃうかもしれませんよね。一生懸命ね続けていただいて ね, うもう体温高くするのは大事です ね, ね、うわすごいすごい、ね、だからがんに効くだのどうこうっていうことよりね、よくあのお嬢さんからお塩をねあの頂戴してますけど、元の人間本来の復活する機能体に戻っていくんだよって思うといいです ね, ですね、余計な、ね、ものが排除されて血流がいいってことが最高です。体温も良くなるし免疫力も上がるし、それだけです水素がやってるのは、ね、だって逆を言えばだんだん人間年取って、ね、話まとめるようですけど血流悪くなっていくの当然ですもんね。そうです、血管消えるんだから、ね、ゴースト血管になって、うん、そうなんですよね。そう、うん、だからいっぱいこう消えちゃってますよっていうのをそのねぜひぜひ血流ね先ほど言ったモニターで体験してもらってっていうことがねまずはこう第一歩かなっていう気がしますよね。そうですね、はい、非常にね、気に入っていただいた村山さん、はい、これからあのいろんな方にね、聞きましたけどあの状態、聞きましたけど、まあ、リウマチだった方やそうです ね, ね眠れなかった方もね、うん、あの眠れるようになって呼吸も安定してってあると思います。どんな風にやっぱり進めますかこの感じを。まずは騙されたと思って吸ってみてって、うんそれだけです。体験してみてって体感がね、はい、必ずあるから、ね。うん、吸うと変わるっていうのはもう分かってるので。ね、フットワーク軽い人がね、結果的に お得なことになってますよね。うん、おっしゃる通りですね。確かにね、ちょっと好奇心っていうかね、覗いたろかって言ってね、来る方。変わりますね人生がね、うん、確かに自分もそんな一人でしたね。ぜひこのね放送を聞きになって、ね、気になった方お問い合わせください。ぜひぜひ、お待ちしております。797@fmgino1.com ね、はい、素敵なお話今日も千恵さん、村山さんそれからドクター水素ボトルの北条雅彦さんをお迎えしてお届けしましたが、ぜひぜひ健康で長生きをねしたいと思いますね。はい、皆さん今日はとっても素敵なエピソードお話ありがとうございました。また今度ね、ありがとうございました。